2025年に開催される大阪・関西万博に訪れる観光客を兵庫県に呼び込もうと、県は推進本部を設置し、今日1回目の会議を開きました。兵庫活性化推進本部は、大阪・関西万博に訪れるおよそ2800万人の観光客を兵庫県に呼び込み、地域の活性化につなげようと新たに設置されました。県は万博で県全体をフィールドパビリオンと見立て、震災からの復興や地場産業、伝統文化などを PR するとともに、現地で学んだり体験できる取り組みを計画していて、今日の会議では交通アクセスの整備やガイドの育成などについて話し合われました。全庁的に観光や農林水産業、震災からの復興30年目になります。いろんな分野で兵庫県のやはり方に人や物、さらには投資が集まってくるような、そんな環境づくりを万博を機会にやっていくということも大事だと。さまざまな課題も各部長さんから出ましたけど、そういったこともしっかり整理して解決していきながら、3年後に向けていい形を作っていきたいなと思っています。県はフィールドパビリオンの募集を今月17日から始めるとしています。